はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ダビサリオン、続きやっていきましょう。今、6月の1週です。今週はフレッシュがレース。まあ、2勝クラスだとどうなのか。G3、まあ、G2、G3。まあ、重賞はね、もう全然でした、これ。もう厳しかったですね。で、祭りはね、まあ、ライバル次第ってとこあるんですが、まあ、G1 ちょっと苦しそう。ただまあ G3 はきっちり買ってくれるって感じですかね。まあちょっと稼ぎたいですね。とりあえず、祭りで。あとはタフ。まあこれは調教で強くする。まあ体丈夫です。はい。まあそんな感じになってます。ファイターはね、コメント的に期待できるわけじゃないです。まあとりあえずお任せで使おうかなっていうので使ってます。まあ任せてます。まあまあ、この辺はいけるか。一応ね。まあこれはチャンスっすね。頑張ってほしい。東京競馬8レース。3歳以上2勝クラス。芝1400メートル。コンディションは良。スタートしました。スタート悪くない。よし、前行きますね。大丈夫じゃない？シゲルポインター。こっから。シゲルポインター。伸びてくるやろ。迫る。フレッシュ頑張れ。わずかに先頭はシゲルポインター。ここで先頭が変わった。レッドオーバー、まだ動かない。シゲルさあ粘ってほしいが、刺されるか。差を詰める。ポップラ差し切ってゴール。1着1番。いやー、ちょっと頑張ってほしかったね。まあ2勝クラスはやれる。マジか。はい、まあ出しておきましょう。よし、タフ。得意の1400で勝負。で、ここは、まあ、軽くかな。軽く、まあ、強めですね。強めで、こんなもんでどうでしょうか。はい、あとはいいですね。進めます。バンバン進めていきますよ。よし、タフ、ここもいけるぞ。いける。阪神競馬7レース。3歳以上2勝クラス。芝1400メートル。コンディションはやや重。スタートしました。スタート OK。少しばらつきました。さあ、1大事。ここで先頭が。よし。先頭は。1。キングタフ、粘る。先頭はキングタフ。ヘンゲルヘン、内から差を詰める。止まるなよ。坂を登って、もう一度飛び越え。タフ。一気に追い込む。マジ？エンゲルヘン粘っている。いやー、ここ勝ってほしかったな。堂々とゴール。一着。サクッとこの辺上がってね。確実に強くなってるタフは。お、ファイター新馬戦か。まあこの辺とかちょっと厳しかったらすぐね引退しますんで。さあ、祭り、タフ、オッケー。ただ、ちょっと、ここは休んどく。まあ、2勝クラスは十分やれそうでしたね。タフか。どうすかな。まあ、軽く、ちょっと合わせで。はい、了解。はい、じゃあ、行きます。さあ、ファイター行こう。ぼちぼちやね。まあ、お任せ行ってみますか。はい、たまには。東京競馬3レース。2歳新馬。芝1400メートル。コンディションは良。スタートしました。好スタートは2頭。ここで先頭が変わった。先頭はヒプノティスト。ヒプノティスト、粘っている。先頭はヒプノティスト。グランドピルエット、内から差を詰める。ジャパンスウェプト、苦しい展開になった。まあ厳しいね。グランドピルエット一気に追い込む。グランドピルエット、ヒプノティスト、グランドピルエット、厳しいですね。差し切ってゴール。まあちょっとお任せで使ってみます。ファイターはもうすべてお任せみたいな。まあ調教師に任せてますし、もう騎手に任せて、まあ逃げにせず。まあ今回のダビスさん本当逃げ一択っすからね。まあ先行よりもやっぱ逃げの方がいいですね。
まあタフは、まあ何もしなくていいですかね。こんな感じで。軽くね、ちょっと鳴らしとくくらいで。1400いくか。ちょっと一回1200があれば1200いくっていうのもあるね。1200か。ちょっと一回行ってみますか。1200。ちょっと確認しよう。お、未来が戻ってきた。未来はね、まあ、ちょっとこれ無理できないんですよ。で、どこで使うかなんですが、今が6月、まあ、1ヶ月あと、7月か。7月、8月。うん、やっぱこの辺かな。8月2週あたり、ちょっと行きましょうか。で、タフはね、はい。まあ、ここもちょっと軽く走って、じゃあ行きましょう。頼むぞ。よし、これはいけるか。福島競馬8レース3歳以上2勝クラス芝 1200m コンディションは良。スタートしました。少しバランス、ここ勝ってね、一回放牧出したい。キングタク、よし、1キングタク、わずかに先頭か。さあ伸びてこい、ボーオーカトリーヌ、グッとこい。わずかに先頭はキングタク。ここからが勝負どころ。伸びてますよ。100を切りました。キングタク伸び足がいい。キングタク、これは強い。押し切れるか。キングタク先頭。キングタク、こういうのも見ていって、見てて安心ですよね。キングタク、いいじゃん、タフ。よし、短いところ強いね。1億3000万まで復活したお金が。問題児かもしれないカーニバルが来るか。騎手はそうですね、まあ、ファイターをお任せでいきます。祭り OK、ミラー OK で、タフはね、ちょっと一回休み出そうかなと思います。で、戻ってきてちょっとがっつり調教して、で、カーニバルか。はい、カーニバル行きましょう。ただこれはね、もう一回メモね。はい、無茶できません。これ危険です。まあ、祭り並みの活躍してくれたらね、まあ嬉しいんですが、まあなかなか厳しいよね。じゃあこれでいきますか。博多ドンタクでいきましょう。ちょいちょい、キングドンタクでいきましょう。はい、これで。はい、OK。これはもう大事に使うしかないですね。まあ調教お任せでもいいかもしれないですね。まあ気づいたら怪我してるんですけどね。よし、じゃあ進めようか。はい、ファイターお任せでいきます。もうこれ任せますよ。函館競馬1レース2歳未勝利芝 1200m コンディションは良。栗のアスコ速攻飛ばしました。先頭は栗のアスコット。さあ、いい位置ですよ。ファッション外から追い上げ、これはチャンスじゃない。クリノアスコットわずかに先頭か。さあ、お任せで勝て。100を切りました。準ファッションもらえにかかる。いける。2番手ファイター。ファッション差を詰める。際どい勝負になった。クリノアスコット、クリノアスコット逃げ切って次に期待しましょう。よし、祭り行くか。プラス4キロ、いいね。
よし、祭り OK。川田ジョッキを信じろ。いけるぞ。函館競馬10レース G3 函館記念芝 2000m コンディションは良。スタートしました。スタート OK かな。少しばらついたスタートになりました。はい、飛ばします。マンハッタンスカイ突っ込んでくるレッドローゼス。うわー、これよくねえな。外回してほしかったね。わずかに先頭はマンハッタン。ただ前空いてる。残りいけるやろ。切りました。マンハッタンスカイ伸び足がいい。いや、内から伸びてこないですよね。ステイフーリッシュ差を詰めるマンハッタンスカイ。マンハッタンスカイ、はい、これはちょっと厳しかったですね。はい、まあ次に期待しましょう。まあ祭りもね、まあ引退もね、まあ考えないといけないですけどね。これ入球いつでしたっけ。6月か。うん、まあもう何回か使うんですが、さあ、未来じゃない、タフ行くぞ。ここはこんな感じで行こうかな。あ、調子上げていこう。調子合わせていこう。お、キングファイター3戦目すべてお任せでやってます。キングファイターは よし、タフはここはダート行こうか。で、ちょっと短いところ決めたいなと思います。8月1200行きます。なんかこう逃げにしたら勝てそうやけどね。まあ騎手を信じる。小倉競馬1レース2歳未勝利芝 1200m コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。ちょっと遅れたか。どうだ。追いすがるミッキーバディーラ。あ、でもいい位置いますね。わずかに先頭はアセンダント。伸びてこい、一気に。ミッキーバディーラ、わずかに先頭いける。ファイター前は空いてる。ミッキーバディーラ勢いよく追い上げる。 200m を通過した。ミッキーバディーラ、うん、届かんか。アセンダント、ミッキーバディーラ、ミッキーバディーラ。まあ3着まで来てますね。まあ上がっては来てますよ。人気に応えました。うん、でもちょっと苦しいな。よし、キングタフ3勝クラスに挑戦。川田ジョッキを信じる。ファイター、ちょっとこれは休み出しとこう。まあお任せっつってもね、ちょっと休み出しときます。よし、オッケー。じゃあ進めます。オッケーじゃない、タフ。ちょっと軽く調教しててよかったね。あー、ロードアクシス。小倉競馬9レース3歳以上3勝クラス芝 1200m コンディションは良。スタートしました。はい、ちょっともう飛ばします。もうサクッとね。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はロードアクシス。うわー、よくねーなー。ロードアクシスには勝てると思ったんですが、ロードアクシス。もうこれ最悪っすね。これ残り200を切りました。ロードアクシス伸び足がいい。ロードアクシス、さらに差を広げにかかる。ロードアクシス、ロードアクシス。もうコーナーでさ、もう負けたっていうのが分かるっていうのがね、もうその一番人気とかゴリゴリの20丸と関係なくね。はい、まあ次に期待しましょう。よし、未来が来たか。で、祭りも来ましたね。ここちょっとがっつり稼いでくれたら嬉しいですけどね。この2頭がしっかり勝ってね。
ちょっともうこれすぐ決めましょう。これもうさっきの忘れよ。芝1000行こうかな俺。芝1000行こう。でここは軽く調教、軽くじゃない、強めに。よし、オッケー。さあ祭りと未来、印はぼちぼちロードクエスト。新潟競馬10レース G3 関屋記念芝 1600m、 コンディションは良。ロードクエストはぼちぼち強い。さあマイケ、ちょっとスタート遅れた感じだったんですが、まあ前行ってくれれば、まあこの位置ですね、とりあえず。大丈夫、なんかフラッシュしたけど今。伸びんか。先頭はニトラ。ロードクエスト、ここでもまだ後方。ニトラさらに差を広げる。今回のダビサさ、外だったら伸びてくるんですが、内にいるともうダメですよね。勝ったのは祭り、ちょっと厳しかったねこれ。もう一戦くらい使って、まあ、引退は考えた方がいいですね。さあ、キング未来。札幌競馬10レース G3 エルムステークスダート 1700m、 コンディションはやや重。スタートしました。モルトベーネ勢いよく追い上げる。うわ、外回してほしいんですよね。外、ここからが勝負どころ。モルトベーネわずかに先頭か。キング未来ここでもまだ後方。モルトベーネマジかこれ。2番手テンエムジンソン差を詰める。アンジュデジール、モルトベーネ、さすがにきつくないこれは。アンジュデジール差し切ってゴール。未来はねこの辺はまあ余裕なはずなんですよね。まあ、スピード込めの馬っすね。いやもうとりあえず逃げてくれマジで。でも外回してほしいっすね。さあまあしゃあないね。よしタフいくぞ。そうか、じゃあどうすかな。小牧太志行く。よし行こう。さあフレッシュ戻ってきましたね。祭り引退するとして繁殖牝馬開けないといけないか。ガール、まあ、年で言うと、まあ、カーニバルあたりを打ってもいいんですが、ちょっと金亀の子を期待してるんですよね、次の。見たいよね。ただ、ガールも残したいですよね。拡張したいね。ただ、金がない。さあ、タフね、ちょっとここ軽く。ここはちょっと軽くやね。はい。まあ、軽くで。まあ印はぼちぼち、このクラスもやれるか。タフ。新潟競馬9レース3歳以上3勝クラス芝 1000m、 コンディションは良。いけ。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。勢いよく追い上げる。さあタフどうですかこれ。キングタフ粘る。先頭はキングタフ。どうかな。あと200。キングタフ頑張っている。2番手桜山。いやー切ってるか。ガチャーレもらえにかかる。ガンチャーレまとめてかわした。ガンチャーレ差し切ってゴール。1着7番ガンチャーレ人気に応えました。まあここはでもやれますね。3勝クラスはいけます。確実に強くなってるタフは。おドンタク1400芝か。キングカーニバルの子。オッケー、1400芝。さあ、タフやね。タフどうすかな。
まあここも軽く調教してもう使いたいっすけどね。1800、2000、1200、やっぱ1200っすね。さあドンタク、ドンタク来たと思ったんですが統計ヘロでした。さあこれ逃げで新潟競馬3レース2歳新馬。統計ヘロはちょっと厳しいかな。コンディションは良、まあ、勝ったらなんか重賞も見えてきそうなね。ほぼ揃いました。ここで先頭が変わった。先頭はキングドンタク迫る。統計ヘイロー、ただ食らいつけ。とりあえず2着なら。100を切りました。統計ヘイロー頑張っている。キングドンタク追ってくるが厳しい展開。統計ヘイロー、あーちょっと落ちましたね。まあ、やっぱ統計ヘイロー来ましたね。まあこの中だったら抜けてますよね。ただそこに勝てないと G1 は取れない。祭り1200いくか。未来、芝行く？芝はダメやよ、未来は。はい。未来は芝ダメです。で、ファイター戻ってきて、芝の苦手ですからね。そうやね、どうすかな。まあ、じゃあ1400行きましょうよ。でタフが9月の3周よし。ここは坂。はい、進めます。ちょっと祭りのレース見て、まあ、引退か決めないといけないですからね、これね。なると、1枠ちょっと開けます。どっか。坂目は売りたくないですね。坂目と姉ちゃん売りたくない。まあ、カーニバルか、ガールかか。まあ、ならガールかな、やっぱり。売るなら。いや、ガール売りたくない。カーニバル売るか。さあ、祭り未来。阪神競馬10レース G2 セントウルステークス芝 1200m コンディションは良。スタートしました。14頭。はい、飛ばします。いや、いい位置いますよ。レジーナフォルテ3番手から久しぶりにいい位置いる。迫るキング祭り浅草玄関やれる。まだまだやれるってとこ見せてほしい。ましたキング祭り。いやー、ちょっと伸びてない。さらに差を広げにかかる。伸びてないな。先頭が変わった。バインニードル1着。やっぱ厳しいか。1着14番バインニードル。うん、まあちょっと引退でもいいですね、やっぱり。さあ未来、ここはいけるでしょう。しっかり逃げ、外回してくれ。阪神競馬逃げることができないなら外を回してくれ、頼むぞ。ダート 1400m コンディションはやや重。スタートしました。少しばらつきました。いや、こんなとこでね負ける馬じゃないですか。あ、よしよし、これいい、これこれこれいいっす。わずかに先頭か。迫るキング未来。これはいいね。わずかに先頭か。キング未来勢いよく追い上げる。残り200。オッケー、大丈夫ですね。逃げる逃げるキング未来。アディラート追ってくるが厳しい展開。キング未来。はい、これは大丈夫でしょう。キング未来押し切ってゴール。勝ったのは8番。勝ちました。これ良かったですね。よし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 、そう関係ない関係ない。そんなもう能力がむちゃくちゃ高いですから。祭りね、祭りか。
カーニバルをちょっと競り登録して、で、行きましょうか。ちょっとやっぱガール次は使っていきたいですよね。まあ、キングネイチャーを残す。まあ、ガール売ってもいい。ガール売る？まあ、ただカーニバル売って、まあ、祭りが入ってくるので、まあ、カーニバルでいいっすかね。とりあえず。はい。まあこれもちょっと休み出して、まあもう引退ですね、祭りは。よし、タフ、タフ楽しみやね。ここちょっと一回絞っとこうか。強めで。じゃあ今回はタフのレースまでやって終わりたいなと思います。あ、フレッシュも行く。フレッシュも久しぶりだね。まあ、怪我から復帰で、ファイターも行くか。じゃあ3レース。まあ、ちょっとこれを見てから。疲れてる？マジ？疲れてるか。ここ休み出すか。どうしますかね。一回休み出しとこうか。そしてタフ。ちょっとここ絞ります。こんな感じで行きましょう。でかいとこ取れるぞってとこをね、見せてほしい。タフには、まあ、ファイターお任せでレース。中山競馬1レース2歳未勝利、芝 1800m、 コンディションはやや重。スタートしました。北の踊り子突っ込んでくる。さあ、いい位置いますね。ルタンメルベイユ外から差を詰める。そろそろね、勝ちたいよね。伸びてこい、ファイター。キングファイター、捉えにかかる。ファイターいけるか。2番手キングファイター、ファイター来ました。戦闘が変わった。やれます、ファイター。戦闘キングファイター、戦闘でゴール。戦い続ける、それがファイターだ。キング姉ちゃんとルーラーシップの子。 OK、 まあお任せでどこまでやれるのか。フレッシュか。まあ、この辺はやれるか。阪神競馬5レース、3歳以上2勝クラス、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ここで先頭が変わった。先頭はブラックスビーチ。さあ伸びてくる。先頭はブラックスビーチ。伸びてこない。ここから坂を駆け上がる。ブラックスビーチ頑張っている。2番手海の風神、一つでも上へ行け。ブラックスビーチ2頭が並んで、多分フレッシャーも普通っすね。まあ買ってもここくらいまで。よし、タフやれるぞ。ここ買って G3 狙いに行こう。中山競馬8レース、3歳以上3勝クラス、芝 1200m、 コンディションはやや重。スタートしました。エルモンストロ勢いよく追い上げる。さあ、いい位置いますかね。エルモンストロ粘っている。来い、タフ。2番手キングタフ、坂を登ってエルモンストロ。エルモンストロ来てねえか。2番手スリーマン。さあグッと来た、タフ来た。横に広がって大激戦。よし、オッケー。差し切ってゴール。いや、タフ強いぞこれ。いや、よくやりましたね。やっぱ鍛え方違いますから。で、まあこれ名前のままなんですよ。まあタフなんですよ。丈夫なんですよ。で、牝馬で、まあなんかそのタフの子に期待したいんですよね、これ。そこも狙ってるんですよ。
やっぱ今回、まあ、ダビスター自体がまあ怪我多いんですが、まあ、今回も結構怪我するじゃないですか。なんで、まあ、丈夫っていうのは大事ですよね。ちょっとタフには期待。そうやね。まあ、次が大事ですね。まあ、短いところ。まあ、欲出さず、まあちょっと勝ちやすいところしかね、狙っていきましょうかね。はい。ちょっと今回、長くなったんですが、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。